MLB ドラフトリーグのトレントンサンダーでプレーする佐々木林太郎内野手が2日、日本時間3日、フレデリック・キーズとの試合で初回に4号満塁弾を放った5番。1塁で出場すると、虫満塁で迎えた第1打席で左中間スタンドへ運んだ。MLB ドラフトリーグはドラフト候補や MLB との契約を目指す若手が一堂に返す登竜門。 4本抜いだはチームトップで MLB のスカウトらにもアピールを見せている。佐々木は6月26日、同27日から30日、同7月1日までの5試合で打率点353、1本抜いだ、2打点、6得点、オプス1.029を記録し、試合前には球団公式 X、旧ツイッターで、 チーム内の週間 MVP に選ばれたことが発表されていた。岩手、花巻東高時代には高校通算140本塁打をマーク。ドラフト上位候補として名前が挙がっていたが、プロ野球志望届を提出せずに米国留学を決めていた。